はい、ネギシコです。今超緊急で動画撮ってるんだけど、かなりヤバいことが起きました。新店舗オープンしたでしょ。はい。1階が火事になっちゃって、ちょっとヤバいんだよ。大変なことですね。ヤバい。今着いて、俺あんまり状況把握してないんですけど、結構ひどいですか、火事。危ないですよ、危ないですよ、危ないですよ。やばい。え、そんなに火は強くなかったですけど。あ、そうなんだ。さっき見た感じは火の影みたいな、すごい。やばいやばいやばいみたいな。何が？火の影です。反射して見たんですけど。本当にいろんなことが起こるな、この店舗は。嘘、見てみるがすごいです。これさ、真上だから燃え移んないかい。はい、危ないですよ、こいつすごい。めっちゃ心配なんだけど。なんかあの裏口がもうひどかったっすね。うわ、くっさ。これ動画見てる人に匂いつたんだけど、半端じゃないよ。くっさ。うわ、この裏からが、うわ、臭っ。ここがやばかったです。このうわっすぐする一酸化炭素中毒になる。俺って本当にね、日々わけわかんないことがよく起こるんだよな。なんかそういう星回りの元なんだろうな。なんかもうあんまり何が起きても驚かなくなっちゃってる自分がいる。最初プーから電話かかってきてさ、はい、下の焼肉屋から煙がすごいですって言うから、はい、煙が上がってきちゃっただけかと思った。あ、そしたらなんかもう活着しないってたじゃん、はい、対する、はい、火事ですってで車で来たじゃん、はい、すごいのもう全面通行止めみたいになってて、これ本物やんと思って。燃え移るんじゃねえかと思って燃え移んないことを願おう。いや、なんかね、まだね、ちょっとこの YouTube でも言ってないんだけど、実は昨日も一昨日もちょっとやばいことが起きて、まあちょっとそれも後で動画になると思うんだけど、まあ最後年末にね、畳みかけるかのようにわけわかんないことがいっぱい起きてるっていう状況です、私の身に。で、とどめで火事という。死ぬかと思ったわ。でも俺思った。なんか動画回そうって思った時に、でも俺 YouTuber になっちゃってんじゃないか。いや、でも怪我人がなくてよかったっすよ。とりあえずは怪我人いない。女の子も全避難させてばバレたのもいるんで。さっき同じビルにアイドマグループってあって、俺がすごいお世話になってる会長なんだけど、アイドマの会長から電話かかってきて、おめえ燃やしたらしいなって言われた。いや、まあでも損害賠償とかどうなるの。火事ってめっちゃ複雑で、赤沼から燃えるじゃん、こっちに移るじゃん、降りないよ。ええもらい事故だから、だから飛び火って一番やばいんだ。シースも全部臭くなっちゃって、しかも火事のやつって取れねえんだね。その焼肉の匂いとかのあれと違って、火事で燃えた煙のやつって落ちないらしい。やばいっすよ。てか、まあでもマジで超全部燃えてたらこんな笑ってらんないからね。もうやばかった。足もやられて、店もやられて、足もやられて、本当だよな。いいことないだよ、半端ねえんだ。でも俺はポジティブだから、これが結果ね、最後これでよかったんじゃんって思うことになるはずだ。そうにしていこう。ということで今日合同営業。はい、ということでね、まあ流れをここに説明すると、まあね、さっきも言ったようにうちのスタッフから電話かかってきて、まあ本当に最初煙がバーッと上がってきて、焼肉下、焼肉屋さんなんで、焼肉屋さんのただ煙がね、換気扇が回ってなかったかなんかで上がってきたかなと思ったらしいんだよね。で火災報知器が鳴って、で少しだったらすぐまた電話来て、まあ燃えてしまったということで、まあなんかこの感じだと火事がすごいひどくなってとかっていう感じではなさそうだから、まあ一安心とかねっていう感じじゃないですか。まあただそういう匂いとか煙とかもやばいから、
まあ、今日とかちょっとまあ何日間か営業できないかもしれないけど、まあ、バルテンで合同営業にしたいと思います。まあ、バルテンね、いつも言ってるけどね、生きてるとイレギュラーだらけなんで、まあ、特に俺の人生は昔からね、普通の人だったらこんなこと起きねえなんてことが、まあ、相当頻繁に起こるんで、まあ、もう慣れてしまったといえば、まあ、ちょっと慣れてしまってる、まあ、自分もいるんだけど、まあ、前向きにね、これもまあ前向きにやっていきたいなと思いますよ。まあ、本当に良かったのはね、もう普通にふざけながら冗談交じりで、もう最後の方喋ってられたけど、まあ、怪我してる人とかね、うちのスタッフとかに何もなかったからいいけど、これなんかってたら大変だからね、もうちょっとやってる人にはね、しっかりやってもらいたいよね。っていうかもう焼肉屋さんとかあんまやってほしくないけどね、怖いよな、こんなのが。まあ匂いとかちょっと困るから、ちょっとどうしていこうかなっていう対策とかも考えていかなきゃいけないな。さすがに俺も店舗内のあの火事系は初めてだな、今までやってて。気をつけなきゃなと思います。まあね、ちょっとぜひこれからも俺の YouTube 追っかけてください。いろんなハプニングついてくると思うんで、ありがとうございました。今年に大物が待ってましたね。最後畳か災難って畳みかけるのが世の常だからな。忘年会終わってもう今年終わったぞって思ってたら、最後にこれが来るっていう、ね、この物件やばくね。やばいですね。起きすぎじゃねえ、いろいろお払いしようかね一回マジ1億円が燃えてなくなるとこだった